午後からね、うん、実はホッケ、ホッケか、はい、ホッケってあの僕は開いとんのしか見たことないわ、うんうん、もうあのそれが釣れても、うん、マジでアイナメとホッケの見分けが俺にはつかんかった、うん、あ、本当、うん、え、ルアーで釣れるの？ルアーというかワームで釣った。あ、そう、うん、全部、しかもアコウのタックルそのまんま。じゃあ言うより見るが早いね、こりゃ。うん、で、アコウのタックルココ77とアゾレスで釣ったんやけど、うん、まあこれがねめちゃくちゃおもろい。うーん、まあ新鮮なかったから、うん、やけど、けどね、ワンキャストワンヒットだったんです。マジで入れ食いやったんです、うん、それがねやっぱこの性格上数頭で飽きてしまう。ああ、なるほど。で、違うことで釣れんかっていうことを試してしまう、うんうん、はい、っていう、いろいろやってると思います。なるほど、北海道行ってもやってるね。やってるやってるもうね、この性格いかんわ、ほんと。もう釣れる時に釣っとったらっていうねことを無視して、現地の人の言葉を無視して、これで釣れたらおもろいかなをやるんやけど、入れ食いも取れてる？取れてる。 OK、 はい、それ見てみよう。はい、北海道です。寒いです。見ての通り、これ、なべちゃん、はい、ながら話そうか。いけるの、これ。このまま歩いてっていいの？あ、このまま歩いてって、これ、この上は全部しっかり手本。新鉄っていうんかな、これ。そうですね、まだ誰も歩いてない。誰も歩いてないとこ、釣れるかどうか。なんか、急に穴とかないよね。あ、大丈夫です。それは前歩いて確認してる。やばい。見てこれ、膝まで、膝まで。やばい。やばいよ。結構体力取られるんですよ。体力削がれるね。なかなか多分経験できない釣りですね。こんな中。これは、なべちゃん、はい、すごいわ。これ、ちょっと引いて取ってくれる、この凄さ。はい。やばいね。やばいですね。まだ誰も歩いてないから大変です。疲れるね。疲れます。まあ、ゆっくり移動しながら、ちょいちょい投げながら、休憩しながら。これで釣れんかったら、まあまあ地獄やね。相原さんと来た時は、まだ道あったんですけどね。そうなんや。がっつり降っちゃったんです。いやこのギリギリラインがわからんけん、怖いね。うん。あんま前出ないよ。接臂になってるっていう。暑いもん。先頭の人が一番大変なんですよね。これはきついわ。どんぐらい歩くのこれ？あと 200m ぐらい、うん、相当きついよ。とりあえずあのクレーンみたいな転がってるところあるじゃないですか、うん、あの辺ぐらいで一回カトなんて、たまらん。深いよ。深いですね。あ、疲れるわ。心臓バクバクなりますよ、ね、いや、普通に100m、200m ぐらいやのに、全然進まんわ。頑張ろう、もうちょっと。はい。なべちゃん。お疲れ様です。しんどい思いして、やっと到着したね。大変でしたね。はい。というわけで、アゾレス。はい。81、本当は77でジグヘッドしたいけど、今日は81しかなかったから。はい。この冬の風物詩。冬の風物詩で。釣れるか。はい。狙いは、やつです。美味しいやつです。美味しいやつですね。美味しいやつ。居酒屋で食べれる。居酒屋で食べれる。まあ言うても浅いな、これ。食ってると4メーターだと思うんですけど。
って強くなってきました、ね、心臓がバクバクよ相当歩きましたからね、うん、深いとこここぐらいまで入ったよね入りましたねあれはこれは誰も来ないわもし人が倒れたらそのまんま埋まってます埋まってるねちょっとね風が強くって間違えた風が強い雪に埋もれながら鶴瓶さんにそうですよねもう一回行きましょうはいちょっとやり直そうゆっくり結構強くなってきましたね結構強いねだよね、白で反射して、ね、雪って眩しいね眩しいです北海道って眩しいんよなんでこれ急に風吹き出したのなんでしょうねせっかくカメラ回したとささっきまで穏やかだった穏やかだったどうやったのちょっとリンク変えた方がいいかもよかなり風にやられるそしてあなりましたねいやまともんできよらんこれさ多分一投目来とったやんか思、はい、いってやったやん、はい、あれやん OK ああちょっと重いなと思っていやガヤにしては全然重いされましたね重いとダメだないや、やってあれ5グラムとかだけど、うん、あ、そうですよねまあけどフリーリーグやから最近映画みたいなあ、バレたボトムは取りたいなそうですね、うん、中層いきなりやるよりも風が強くてボトムだけしっかり取って寒い汗引けてきました、ね、マイナス4度くらいぐらいですねマイナス4度よ考えれも普段絶対こんな中釣りしないですよねだからマイナス4度になることがない3グラムやけん落ちるかどうか風が強すぎて見えないはい普通に竜巻でも来るんちゃうそうですね結構あの箕面とかでも食ってきたりするんであ、食った竜巻や正解は竜巻ですパターン見つけましたね竜巻だったら風の影響もないから結構首叩きますよね、うん、ねこれ8インチここまで曲げるってすごいけどねさあやつなのかやつですあこれでかいよあいいサイズですいいサイズあ開けました来たいいサイズやったナイスサイズおお綺麗ですねオッケーちっちゃんはいはいやりましたアゾレスでアゾレスアゾレスでこのホッケーライトゲームやるの楽しいですねめちゃくちゃおもろい今 3g のジグヘッドでホッケがね大量接岸しとるっていう情報を
なんで知ったんかな、釣り新聞。あ、そうですね、釣り新聞。釣り新聞に書いとってホッケ来てますって書いてました。ホッケ来てますって書いとったら、ここにおるんじゃないかって鍋ちゃんが選定した場所で、はい、まんまと連れてくれました。釣り人一人もおらんの、誰もいないですね。まあ来ないわね、これ来ないですね、しんどかったですけど、これ40ぐらいあるけんね。ありますね、うん、40センチぐらいのホッケ。これも美味しいの。美味しいです。あのこれがニシンの卵。そうですね、食べ始めるともっと脂が乗ってきて、うん、ニシンの卵を追ってくるん。そうです、そうです。ニシンがちょっとこの冬に産卵で岸寄りするんで、はい、るその卵食べに寄ってきて、で春先こいつらも産卵するんで。なるほど。でまあまあこのリレンジ、はい、リレンジ、リレンジ、ええもん。今ルアーに引っかかってきたやつ、これ多分ニシンの卵、これを食いに来てるみたい。ホッケが、はい、ホッケしかおらん、ホッケしかおらん。もう釣れすぎ。これ喜ぶんやろ、一般家庭は。まあそうです。2歳だよね。雪まみれ。結構むずいやろ、なんか風が吹いたら。お、来た。やっぱ風出てもポンってきます、ね、うん、くるくる。あ、結構少ない。おもろい。これも結構いいサイズ。いいサイズ。お、さっきよりいいじゃないですか。いい。おい。前は40ぐらい。40ぐらい。やったね。危なかった。ギリギリでした。雪まみれ。雪まみれ。はい。あずです。あ、このホールの、あ、食った。おお、さ、おもろい。結構首叩いて面白いですよ。おもろい。めっちゃ食うよね、これ。ちょっとサイズダウンした。はい、あ、抜いた。ラッキーやね。ちょっとね、この風がないときは、やっぱホールの釣りで釣りたい。うん、風があったらもう薪で一気に落として。ホッケ俺初めて取ったけど、結構ね、そうですね、サザレスの8インチここまで曲げるって結構。こんなライトゲームやのに、あのライトゲームとかライトロッドやのに、あの40くらいのが抜けるっていうのがいいですよね。いいね。ああ、コンコン当たる。おら、入れ食いっすね。入れ食いやん。相当群れ回ってきてるんです。うわ、引くな。おもろい。めっちゃおもろい。楽しそう。ちょっとサイズアップ。サイズアップ。よいしょ。サイズアップ。これ食べてみたいね、俺一回。ああ、何匹か持って帰ります。いや、食べる時間はない。イエイイエイ。氷だらけ。バイバイ。何これ。あ、カジカですね。あ、カジカ。マカジカかな、多分。動画回ってます、ちゃんと。動画回っとった。はい、ここで刺して回してる。なんか来た。マカジカ。違う、ね。カジカ、疲れとるね、俺。この間、沖堤で釣ったカジカとはまた種類違うんですよ。あ、また違うんや。うん、写真も撮りますか。うん、撮って。持ってきてるって。さすが。スピナビでも釣れると思う。あれ、66につけたらいい。そうですね。うん、ちょっとライン太いし。
もそもそファイト、入れ食い中。ライン P2号ついてますからね。え P2号ついてます。ああ、なんでもいいんだよ。鮭のまんまの。いやおもろい、おもろすぎる。はい、おもろいよ。いや綺麗やね。これどんな感じで映ったんやろ。綺麗、めっちゃ綺麗。どう？振動音。あ、合ってます合ってます。めちゃくちゃ綺麗。贅沢や。こんな贅沢な釣りないわ。よいしょ。もう動かなくなってきますよね。そう、いやもう帰ろう、本当に帰ろう。帰りましょう。ダメだ、ありがとう、バイバイ、帰ろう、帰りましょう。